皆さんこんにちは。こんにちは表現者クライテリア編集長京都大学の藤井聡です。アシスタントの吉田直です。本日も KBS 京都ラジオスタジオからお届けしております。うん この番組は、毎週月曜日夜9時30分から放送している。番組で、今のアルガモもたっぷりとお届けしております。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、このね、表現者。クライテリオンのこの、まあ、ラジオね、はいえー、この KBS のこのラジオ、このクライテリオンチャンネルっていうところにこう載せてるんですけど、はい、まあちょうどこの総裁選なんで、新次郎特集をね、うん、総裁選特集。ボンボンとやりましたし、今日もまた石破さんの制作評価をしますし。 えまあ次回もまあ総裁選でこうずっとこう論じていきますけれども、はい、まあこれがね結構いろんな方にご覧いただいてアクセスも何十万アクセスと頂い,いて、はい、まあいろんな方にご参考いただいてるんでしょうねうん、うん、でもなんとありがたいことについにあのこの「クライテリオンチャンネル」も登録者数が10万人を超えることにやったー。 嬉しい。これなんか銀の盾かなんかもらえるんですよね。YouTube からね。嬉しい。あれ欲しいそうなんかこう。そうそう。あれがようやくもらえるっていうことでね。<laughs> いや、もう、皆さんね、本当にたくさん見ていただきました。うん、ありがとうございます。りますうん、やっぱ総裁選、皆さんご関心なんでしょうね。うん、今回の総裁選特集で、まあ、一万数千にポンと。まあ、増えたんですよね。まあ、ぜひね、あの、今日のお話も参考にしてもらいたいなと。 思うんですけれども進次郎さんの話は前回前々回で徹底的にこう解説いたしましたのであれまた、ねえー、と復習したい方何回もご覧いただければと思いますけども <laughs>、はい、今日は、ね、やっぱり、ね、あの有力候補のお一人である石破さん。うん 彼についてね、あんまりこう、どういう政策の方なのかっていう研究が、それほど報告されてないんですよね。なんかこう、実力者であの安定してるみたいな、まあ、印象を皆さんお持ちかもしれませんけど、彼がどういう思想の持ち主なのかっていうことについては、あんまり情報をお持ちじゃないかなと思いますので、まあ、これもその長い石破さん研究っていうのがあるんですけど、我々の仲間でやってるやつがあるんですけど、はい、で結構ね、思想の遍歴っていうのもまあ、 あってまあ、急に最近変わってるところがあるんですけど、うん、うんだからまあ最近特にどうなのかっていうところをね、うん、今日は説明したいと思うんですけどご対等から言うとね、うん、やっぱり西村さんはねだからねこれをね思ってはこれね比較的最近だから去年の発言でもこれ言ってはるから、はい、今公約ではねあの積極財政やりますというかのような。 言ってはるんですけど、うん、ま思想的にね、やっぱり未だに国際イコール悪やと思ってはるようなんですよね、うん、まあそうなると、やっぱり残念ながら、日本を衰退させてしまうんちゃうかなっていうところもありますし、財政に関してもそうだし、金融政策に関しても金利を引き上げることは善であると、うん、だから、結局、石破さんってね、岸田さんそっくりなんですよね。 ああ言ってはることが言ってはることがだからもともと「うん、岸田さん嫌やから」って言ってこう、まあ、国民全体でどう言ってもらってみたいな感じがあるじゃないですかそうですよそれで、ね、新しい方選ぼうとしてるのに、うんね、結局一緒やもんこれっていうことになるんじゃないかっていうのが僕の学者としての見立てですぜひ、ね、最後ままでじっくりととご覧いいいたただきたいなと思いますよろしくお願いいたします。石破茂徹底研究 国際イコール悪と信じ込み日本を衰退させる禁縮主義者週刊クライテリオン藤井聡氏のアルガママラジオこの番組は京都大学教授 雑誌表現者クライテリオンの藤井聡と編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組ですこんばんは表現者クライテリオン編集長京都大学の藤井聡とですこんばんはアシスタントの吉田直ですもうね、はい、今政権ではこう自由民主党の総裁選で話題が持ちきり われ、はい、我れのこの KBS のあるがままラジオでも、まあ、前回と前々回、まあ、小泉進次郎研究結果に基づいて、彼がいかにまあ論外な候補者なのか。 はい、もう、売国道だし、財務省の言いなりだし、で単なる人気者で、知的水準にも疑問が持たれるような、まあ、刀なんてことを言われてましたですけど言ってましたですけどうんで、そんな批判もね、この番組だけじゃなくて、やっぱり世論的にもすごくこれ、拡大してきて、はいえー、特にあの公示日以降ね、テレビで生討論会とかあるじゃないですか。うんうん、いろんな、ね、ニュース番組に出て 喋あれで口を開けば口を開くほどもうちょっと「何こいつ」みたいな感じの <laughs> その爆薬が現れるって言いますけどね <laughs>、はい、その知的レベルの低さっていうのがあ、まあ、現れてきてしまってそれでみんなちょっとドン引きになってると。でどれぐらいドン引きになってるかっていうとねこれはあのまあ某 あの永田町の友人から聞きましたけど進、はい、次郎を支援してる若手とかね「進次郎やったら人気があるからいいやろ」ってこう勝ち馬乗るつもりで乗ってる人いるわけですようん、うん、それがちょっとこうドン引きしてて「うんちょっとやべえよこれ」って「ここまでか」と。軽い見越しやと思って支援したけど <laughs>、はい、ここまで軽かったんや言って今ちょっと永田町の若手議員の間では。 ちょっとまずいんちゃうこれっていう,う、なんか泥船から逃げ出すような。うんうん、まあ、そんな状況も出てきつつ、あるなんていうの、ちょっと聞きました。えー、もう党員の中でも、そういう風が出てるんです、ねうんうん。ちょっと、このほんまにやばいな、と、ここまで。 えー、BAK なね、うん、人だったんかって、ちょっとびっくりしてるって, <laughs> っていうか、僕ら、そんな最初から研究対象にしてるので分かってたと、うんうん、<laughs> 今更何言うてんねんって気持ちですけど、はい、まあまあ、そういうのが出てきてるんですって。 党友って言ってね、自民党関係者の間にもずいぶん広がってきて、うん、えと最新の、えー、と今日時点でね、えー、と今日は9月16日のね、えー、時点での最新の,、はい、おこの党員・党友調査、これ、実際に投票する人ってことですけど、で、えー、と誰を支持しますかっていうので、1位が石破さん、28%。うん で2位が高市さん25%、はい、ほぼ一緒ですよね。うん、ほんで小泉さんはずっと水をあげられて3位で18%。 ちょっっっと下がってますよね、うん、やっぱり数字もううう、うん、だから小泉さん一番なんていう調査結果もありましたけど、はい、まあどんどん下がってきててで高市さんはやっぱりこう論戦が始まるとやっぱりそのいろんな問題について的確にお答えになるという印象を持たれた方が多いんだと思うんですね。でどん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 支持率上がってきて今ほとんど市場さんと肩を並べる状況になってて、まあ、あの小泉さんのフィーバーはもう一瞬で消えてしまっている様子がまあ見えてきてると。 いうことなんですねでこれどっちかというとですねあのー、小泉さんの場合は僕の印象ではあのー、論外なのでえー、っとその、うん、なんかリーグ戦にね、うん、なんかこう野球のリーグ戦になんか近所の小学校の草野球チームっていうか少年野球チームが紛れ込んでて「君、はい、あかんから」みたいな話で <laughs> その。 どっちが勝つかとかっていう話じゃないんですよ、だからもう論外なんで、進次郎さん、だからちょっとオタクちょっと買いときっていう話なんですね、で、実際の総裁選っていったら普通やっぱり石破さんと高市さんととか、まあ、ある意味、進次郎さんさえいなければ、普通の論戦っていうのがかなり。 えと今回もできるんちゃうかなと思うのでちょっとまあ,あの新次郎さんはちょっと論外なのであ,あなた無理よみたいな入場制限がかかるような人なのでちょっとまあどうやってもらって、うん、そしたらまあ結局石間さんと高市さんっていうのが有力候補で2人残ってるっていうことになるんですけどうん、うん、じゃあ石間さんっていうのが政治家としてどうなのかっていうのを今日ちょっと考えてみたいなとだから僕は石間さんに対しては小泉進次郎さんのように論外だと。 は思わないですうんあの一緒に仕事もしたことがあるし何度も僕あの彼らの勉強会にも行って財政について説明したりとかそういうこともありますし、はい、特に新幹線の関係なんかでは、うん、あよく一緒にどう進めましょうかなんて議論も、まあ、してるぐらい。 なんですけどもなんかそういう意味であの僕はあの一定の1人の政治家としてあの新次郎さんのように論外扱いしないで1人の政治家としてまあ、今日は批評をさせていただこうと思うんですけど、まあ、その点でいくとやっぱりね僕が一番大事だと思ってる積極財政なのか緊縮財政なのかの大<事>、うん、財政の思想がね うーんやはり根本的に間違っているっていうのが僕はあの石破さんと長年お付き合いさせていただいてる、えー、一人の学者として感じてるところで,で今日はその私がそう思ってる証拠、うん、とともに、えー、彼がどういうところで思想的に間違っているのかちなみにこの見解は僕だけじゃなくてうん僕の周りの学者たちと共通の認識を 持ってる、まあ、僕よりも,もっとひどく石破さんのことを批判してる人の方が多いぐらいで、ねうん、僕は比較的石破さんに対して、えー、とそんな批判的ではない学者ではあったんですけども、はい、うん、まあ、だからその,その僕ですらやはりここは大きな問題だろうと,いうこと日本をくくしていく上でうそういう意味で、えーまあ、彼の根本思想に基づいた政治が展開されたら、まあ、日本の衰退はまあ加速することは 必死だなというふうな見立てがあるので今日はそれをお話ししようと思います、はい、よろしくお願いします今日は石橋ゲルさんのヤバさが見えてくる30分午後10時までお付き合いくださいさあお送りしています週刊クライテリオン藤井さとのあるがままラジオ今日のテーマは石橋ゲル徹底研究国際イコール悪と信じ込み日本を衰退させる禁食主義者 うん、なあまあ結論があるとも本当、そういうふうに言わざるをえないんですけどね、うん、まずね、今回ね、あのまあ、石破さん、いろんなことをおっしゃってきてたんですが、今回の公約における経済政策はね、あの最もまともなことを言ってます、今までの中で、すごくいいことをおっしゃってます。えとまあ、そののまま読ままてていいただきますね経済あっての財政という考え方に立ち これ要するに、えーっと、財政が良くなる必要条件が経済が良くなることなので、経済が悪いのに財政を健全化しようとしてしまうとかえって経済が悪くなって、財政が悪くなると、まあまあ、いつも言ってるような話ですけど、はい、それを言ってはるんですね。うん、だからこのことも時期通り取ればあ、今はちょっと財政を悪化させても、経済は成長しますよっていう。 ニュアンスがこの言葉に入ってるわけですね。ええー、経済っての財政という考え方に立ち、デフレからの完全。あ、風、デフレからの脱却を優先的に経済財政運営を行って。安定成長を実現しつつ、財政状況の改善を図ると。はい。うん、私も全然これ同意です。うん,うん。これ、まあ、いいと思います。でもね。うん、でもね。公約っていうのは、二つの視点から評価しないといけないですよ。はい。まず、一つはね、その内容。まあ、えい,いこと言ってるか、悪いこと言ってるか。 これが一つですで、ね、それと同等あるいはそれ以上に大事なのはその公約の信憑性ですよね。うんそれめちゃくちゃ大事です。あれでしょ。うん。A、えー、こと言ってたらそれでエッチ話じゃないんですよ。口だけやったらねいくらでも言えますもん。でもみんな政治家ってそういうことするじゃないですか。うん、で特にね思い出したのが今回の石破さんのこの公約を見て思い出したのが、うん、はい。 岸田文雄さん、なんんですよちょっっと今笑てししままいた岸田文さこれ、あの総裁選の時めちゃくちゃいいこと言ったんですよ。僕の東京のテレビ番組にも出ていただいて、はいまあ、多少僕と岸田さんと意見違いますがみたいなことを岸田さんもおっしゃってましたけど、うん、まあでも、基本的には藤井先生と同じ考え方ですと、今はと。うん、今は財政を悪化させてもお、経済を成長させることが大事だと思っていますと。うん でそれで新自由主義から決別して、えー、所得倍増しますと言ってらっしゃいましたねよろしいかなと、はい、だから公約内容 OK だったんですよ、うん、ところが蓋開けたら言ってることはる嘘だったわけですよもう今や増税眼鏡ですよ,そうですよ増税眼鏡でしょ、はい、だから信頼性信憑性がなかったってことですよ、うん、あの時は言ってはったからまさかそこまで嘘つくとは思ってなかったんでねえなんか手のひら返されたようなうんってことでしょ <laughs>、うん ちゃうかとああこの言ってはることが <laughs>、うん、だからあの彼が これ嘘ついてるかどうかっていうのを確認するには他でどういう言動してるか見ればいいじゃないですかそうですねまあなんかこれあの女性となんかこう結婚しようかなとか僕が思ってた時にねはいなんか「あなた好きよ」とか言って「俺,俺のこと好きだ好きなだな」とかまあ思ってね <laughs>、はい、もうちょっと僕がちょっとこうなんか「あ結婚したよ」ってね55歳になってたとしましょうよ、はい。彼女は僕と結婚してくれるだとかって思ってても の他の言動を見たらなんかいつも俺の悪口言ってるしほか他の男の女のようなことばっかり言うとるしやったら信頼できないかもしれないなこいつってなるじゃないですか。なりますね。でも彼女僕に「結婚するって言ってたから結婚してくれよ」って思ったらアホじゃないですか。 普段そいつが何言ってるかあうん。かんということでねあの彼が比較的最近何を言ってるのか、ねまあ、これまではすごいドキンシクなこと言ってたんですけど比較的最近この去年から今年にかけて言ってた言葉っていうのを調べてみたんですね。 うん多分この公約は実現せんやろうなということが見えてきます、すなわちまあさっきの例で言ったら、僕、結婚しますとかって言ってる女の人がいても、結局、他の男にそれば明かりとしてなんか、俺のに全然聞きないなっていうのが分かってきたみたいな、はい、まあそんな話です、うん、例えばね、昨年の10月、まあ、結構最近ですよ、うん、昨年10月、岸田政権で減税論が取り沙汰されたんですよ。 増税メガネって言われて怒って減税しますよでその時に石破さんはすっごい反対したんですよ。うん安易に減税に走ると将来の財政的自由度が失われると僕はこの時ねいやだからあの減税ってね人気取りだけじゃないかこいつって思ってますけども減税の量が足らないということを僕は批判をしましたけど、はい、そのやらんよりはましやっていう点で減税そのものは僕は批判してないんですよ。 もっと大規模、本格的にやらないかって意味ないやないかということなんですけど、この石破さんの批判は、減税したら将来の財政的自由度が奪われるからだめなんだとこう言ってるんですよね、だから根本的に否定してるんです、うん、で、何言ってるかわかりますかね、これあの、減税したら将来の財政的自由度が失われるっていうと。 だからあのーうん、借金をするのは良くないっていうことですよね。まあまあそう,いうことですよね。そう,うですよね。減税したら税収が減るから、うん、税収減ったら将来のお金使わねえもなるやないかと言ってるんですよね。ということはちょっと待ってっと国債発行が悪やっていうことを前提にして喋ってるわけかお前と。うん、うん、そう聞こえますねこれね。そうなりますよね。うん、なんか国債発行がありだと思っていれば減税してもいいと思うけれど。 うん国債発行が悪やと思ってたら減税したら支出の自由度減るということになるから、うん、ということになりますよね。うん、でしかもねこれもう一個ね重要なのは減税したら普通はね、うんうん、成長して、うん、成長したら税収増えるっていう話があるわけですよ。はいはいはい。だからむしろ減税した方がうん将来の財政的自由度が高まると変な言い方したらね。うん、経済が回りますからね。そう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 っていうことだってあるわけですよ。はい。それがないと決めつけてるんですよね。 うん、それはちょっといかがなもんかって、うん、だからねこれ去年の10月の時点ですから今そんなに思想変わってないと思いますから、はい、国債はあかんものやし、うん、で積極財政って経済が良くなるっていうことがあるとは信じてないで積極財政をやることでかえって税収が増えて財政が健全化されるっていうことがあるとは信じてない。うん っていうことそ、ねう,ねうん、うですよね、はい、だから今回もまあ積極財政考えへんやろうなと、うん、だってデフレ脱却を優先って考えてたら、うん、こういう言葉は出てこないと思うんですよ、ねうん、おっしゃる通りなんですよ、うんうん まあこれが去年の10月でしょ、はい、これ古いの言い出したらもっといっぱいひどいのあるんですよ。うん、これも10年前とかやったらデフレでええやないかみたいな。えー、デフレで人々安くて楽でええやないかぐらい言ってますからね。そうですか、うん。だからまあそれも今日紹介しようかと思いましたけどちょっとまあ古いんで、うん、ちょっとまあ今回デフレだけ言ってはるからまあちょっとそこはおめこぼしいっていうかまあちょっと置いとこうかと。うん、なんか去年の話だけに絞るとね。はい、でさらにねこれも結構えぐいといか僕はこれはねもっと決定的だと思います。これ去年 にね、あの自民党の中で国債の60年償還ルールっていうのがあるんですけどあ、まあ前やりましたねあやりました覚えてますはい、はい、これのね廃止とか延期論っていうのが自民党の中であったんですよ、うん、これがあった時に石破さんまだこれにめっちゃ反対してるんですよ<あー> <laughs> でこう言ってるんですよルールを見直しても。 新たな財源が出てくるわけではない、えー。国民の負担が魔法のように消えるわけではないわけですね。そう,う言ってるわけです。はい。うん、まあ、そうなんかなって一見思うかもしれませんけど、めちゃくちゃ深刻な間違いをしてるんですよ。この、このこと自体が。がこの言葉が、はい、だから、60年召喚ルールを見直しても、うん、新たな財源が出てくるわけではない。 うん、財源ってなんやねんって話ありますけどいや、そんなことないんですよ。どういうことかって言ったらね、60年償還ルールってやったら、国債を借りたら、この国債は。 あの60年以内に必ず返しなさいってことなんですよ。うんうん、で、えー、と国債ってまあ10年ものがあったとしましょうよ。はい、10年後返す。そしたら60年償還ルールがあったら、の元ではね、うん、まあ10年後にまた国債発行して、また借りてもいいんですよ。で、20年後にまた国債発行して、また借りたらいいってことで、はい、まあ事実上、5回目までできるわけですよ。で、5回目やったら、その5回目の満期って60年後くるじゃないですか。うん、でその時は この60年後のお国債を返すときには返せって言われる時には税金で返せってことになるんですよ。国債で借り替えたらあかんってことになるんですよ。だからそこでは増税が必要だとかね、うん、税収の確保が財源が必要だとかってことなんですよ。うんうん、でそのためにね今政府はどうしてるかって言ったら例えば、えー、と60億円借りたとしましょうよ。はい、そしたら毎年1億円ずつ銀行口座に積み立てていくんですよ。うんうん で59年で59億円で、はい、60年後に60億円積み立て立ってるから、うんはい、これで返しましょうって。ねうんうん、ってことは、はい、借りてないですやん結局そうです、ね。積み立ててるし確かにまあ貯金してるようなもんですもんね貯金してだからもう事実上バーチャルに1億円ずつ返してるのと一緒じゃないですかそれをやめましょうっつってるんですよ、うん だからあの1億円ずつ税収減ってるわけですよ、言ってみたら、はいうん、でだから税金で返してるんですよ、国債を。でも、そのよその国にはこんなルール全然ないんですよ、だから出世払いですよ、その国は。60年後とかじゃなくて、お金が余って、しょうがなかった時だけ返しましょうみたいな先を見越して、しっかり自分の国に投資をしてるってことですよね、そうんうん、そう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 。 だから、うん、これおかしいやないかと。うん、で毎年までこの召喚のためにね、うん、何兆円十何兆円とお金をだからものすごくお金をね、うんえー、積み立ててるわけですよはいはいはいだからすこのルールなくしてはそれそのままお金使えるやないかっていう話になっです、ね、いそうですよもっとね使ってほしいそう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 いうのに反対してあるわけですよいやそれはだめだって、うん、だから、うん、結局石破さんが総理大臣になったら、はいうん おこの60年召喚ルールはそのままになるから、うん、でかつ減税もしないということになるわけですよ。どうやってデフレ脱却するんだお前っていう。ですよね。と、うん、いうことに。<laughs> なるんですよね、うん、で例えば今回の9人の、ね、候補者の中で言ったら、例えば、えー、高橋さんは減税に関しては、まあ、今すぐはするかどうかちょっと去っておいてとは言ってはるんですけど、まあ、今後、ものすごい経済の状況が悪くなったら、弾力的に引き下げることも考えますよっていうことをおっしゃってたりしてますし、高圧経済を実現して、しっかりとお金を使って。 えー、政府がお金を使って成長できるようにするようにさせることが政府の責任だとうん、うん、とまでおっしゃってるから、こうやって言われたらね、あなんか成長できるのかなっていう気はするんですけど、はい、60年償還ルールは置いとくわ、減税なんかしたらあかんわとかって言ってる人はね、結局これ、石破さん、岸田さんと同じやんか。本当ですよねうん うん、と考えざるを得ないんですよねだから、2年前までのこと言ったら、もっとひどいこといっぱい言ってるんですよ、<laughs> はい、めちゃくちゃひどいこと言ってるんですけど、この去年だけ取り出しても、ここまでひどいことをおっしゃってるし、うん、でなんか金融政策に関しても、なんか金利上げるのがええことだ、それが正常化だとかってね、もう完全に勘違いしたことをおっしゃってるので、まあ、表面的にはなんかいいこと言うてるんですけど、今回、デフレ脱却とか言ってるんですけど、ちょっと。 とと信用できへんなとここでもしね我々また石破さんの言ってることを信用してしもたら岸田さんに騙されたことと、まあ、同じことになってしまいますからもう何回騙されりゃえんやっちゅうことになりますやん。と、うんはいうことで今日はね、あのー、もう何回やんねんちゅううんざりした気持ちをねあのこの方に歌ってもらいましょう。レアゼッリンで 国民の負担がけでや、うん、わけではないって国民の負担って言ってるのもちょっとなんか引っかかっそ,、ね、<laughs> そうですね。うん、だからうんもう返すんやけどずっと借りっぱなしにしとくっていう量があるのが国債って思うんですからね。うん、だから一円残らず全部返すっていうイメージで。 いるんですよねあの家庭はそうかもしれんけど国はそうじゃ回っていかないうですよね。であのよその国のデータを見ても、うん、イギリスもアメリカも国債発行総額っていうのはどんどん増えてきているっていうのが実態なんですよね。うん、だから60年償還ルールが前提としてるどっかで0円にするなんていう国は一つもないんですよね。それ うん、そのイメージが石場さんないんですよねだって何かを作る時とかって絶対投資って必要じゃないですか、うん、いやもちろんそうですよ一緒ですよね、うん、そうそうそううん、うんそうなそううん、まあだから若い頃から刷り込まれた緊縮思想がね多分これも 10, 10代の頃から 借金は返さなあかんとかね。はい、うん、なんかお金、えー、国債っていうのもどん悪いもんやとかね。うん、なんかそれがもう、10代の頃から刷り込まれてしまってるんでしょうね。これね、偏差値の低い、まあ変な言い方したらね、偏差値の低い方だったら、国債ってちょっと中象的でややこしいから、刷り込まれないんですよ。ほ、うん、ある意味。<ー>ところが、ある程度知性があると、中象概念なので、うん、国債っていうのが。国債が悪いっていう概念も中象概念なので、こうい刷り込まれちゃうんですよね。 で、まあ、それなりの学歴も持ちでしょうか。彼氏場さんとかで。自民党の中でずっと政治の議論してきて、はい、自民党も財務省に世論が支配されてますから、緊縮財政が思想的に完全にはびこってますから、だからある程度の知性があるから、その思想がスポンジのようにずぶずぶずぶってもう吸収されちまてですよね<ー>で。それでも60や何やにこうなってるわけでしょ。だからもう4、4 50年、 固まって悪い思想をす吸って吐いて吸って吐いてしてて、えー、でまあ僕らの話とか聞いてもねその時は分かるんだけども体がもう受け付けないですよねだからうーん藤井先生の言ってることは分からないんだよなうん誰それ先生と言ってることが違うんだよなとかになっちゃうんですよねああもうじゃあほ、うんとに最初から否定になっちゃううんねもう,体がねもう、うん もう入らないんですよだから僕のそのスウェーデン人のおじいちゃんとかねもう和食が体に入らんじいちゃんおるんですよう<ー> <laughs> もう肉と魚のなんか、うん、もうヨーロッパ料理しか食べられへんやつがおるわけですよ暮らしがね<で> <そう S 1> こっちはもうなんぼ和食家とか読んで和食のとか言ってわびやさびやでても んだ <laughs> ねもう意味ないな、なんか、すぐのケチャップつけたら、ういよケチャップつけたらあかんがな、みたいな、<laughs> <laughs> なんか、それもね、なんちゅうか、もうしょうがないんですよね、何十年もそれで来てしまってはってる、ね、ただ、きあのこの西破さんの場合は、あの緊縮財政やってると、今の空気は、こいつ、日本を見せてる気かって言って、批判される空気があるわけですよ。うん んだから、あのー、積極財政言わへんだったらあかんなっていう空気感があるわけですよ。だから例えば石破さんだけじゃなく小、コバホほくさんね、小林さんとかも、えー、積極財政ですと、僕は財務省出身だけど積極財政なんだよって言ったりね、あるいは、茂木さんもね、うんうん、僕は増税ゼロですとかってね、言って、その、緊縮財政じゃないっていう雰囲気にしようとしてはるわけですよ。はい,はいはいはい。だから選挙に勝つためには、今は、 緊縮財政だったら不利なんですよ。積極財政の方が選挙に通りやすいっていうのがあるから、それを、それがね、やっぱりね、ここ数年で空気が随分変わったんですよね。そのむしろ我々が変えるために努力をしてきたわけですけども。その空気を,にを踏まえて、今回すごい積極財政のことをおっしゃってるんですけど、でももう体はもうなんか和食出てきてもケチャップつけて食べてしまうような体になっとるわけですよ。 だから結局こう言ってることがちぐはぐになってしまう、ね。信憑性がない、ね。信憑性がないんですよね。だからもし、石破さんが総理大臣とかになったら僕は、もちろんね、人間関係お付き合いあるので、もう一回説得しに行こうとは思いますけど、まあ、今まで成功しなかったのに今回成功、今回だけ成功するっていうのは、ちょっと考えにくいのかなと。まあまあ、でも、努力はしますけどね、もし総理大臣になられたら、 でもそんな無駄な努力しないでいい方が総理になられる方が絶対言わいわけですけねいやそりゃそうそりゃそうですで危ないじゃないですかうんそのねだって緊縮するのす,するやつ総理大臣してなってからすぐ説得してて成功しなかったらどうすんねお前もう地獄まっしぐら地獄まっしぐらでしょ <laughs>、うん、もう何回やってんねこの話みたいなほんまですね話にダメするね。うん でもまあ、石破さんの特徴はやっぱこう、お話がゆっくり落ち着いて話されますよね。はい。だから自信を持ってお話をされてるから、あの、この財政の話も自信持って喋ってるんですよね。間違ってるのに <laughs>、うん。まあそこが問題だっていうことを言ってるわけですけど、彼は彼なりに思ってることを喋ってるから、 信じのとやっぱり次元がもう違うんですよねま,まあ中身がね、うん、自分としての中身はしっかりある方そうそうそう一応そうなんですだから政治家としては僕は必ずしも別に否定するわけじゃないんですけど <laughs>、はい、間違ってるんですで間違ったことを信じてる政治家っていうのはやっぱり否定せざるを得ないとしたらやっぱりまあ三島さんがなぁとうんいうことになるんですよねだって一国のね、うん、リーダー、ね、任せる方ですからそうそうそう,そう それがね、やっぱり、あの、安易に夫婦別姓とかもね、はいうん、夫婦別姓だとか出ちゃうんですよね。その辺もね、やっぱりこう、資料が浅いんですよね。ちゃんとしっかり奥まで考えてるのかっていう。うん、うだから財政の問題と一緒ですよね。うん、だから結局、あのー、指示論よりはマシやけど、言うてることが指じると同じなんですよ。ああ<ー>。だから、うん 新次郎は何も考えたら、あ、そうですね、そうですね、とか言ってるだけですけど、<laughs> 石本さん、こうじーっと考えて、あ、こうですね、って言って、もう結局一緒になったんですよ。な、うんでかって言ったら、あのー、世の中の世論っていうのは財務省とかアメリカとか、新自由主義者とか悪い奴が支配してるわけですよ。はい、で、こいつらは、馬鹿には、とにかく言うこと聞けよ、つっ,って、あ、村井さんと聞って、こう、喋る内容を伝えて、かしこには、これこれ、こういう理由でこうなんですよって説得してるんですよ。 それで、えぇ、ー、は前者のように、うん、新獣主義者とかアメリカから言ったことを、その、何もわかる、あ、もうそうですね、こうですよ、とかって言ってて。石破さんはその、彼らが言っている嘘の論理を理解した上で嘘を繰り返してるんですう,ん、うん。だから、どっちがマシかって言ったら石破さんの方がマシとも言えるが、はい。どっちがより深刻な問題を抱えてるかって石破さんの方が深刻な問題だと思いますよね。うん、悪やと分かってて、 嘘を言ってるっててることでまあまあ悪かどうか分かってないんですよ。本人,本人は。だから理論,<ー>理論だからその理論がだから嘘を信次郎の場合は嘘をそのまま信じてるんですよ。で石破さんの場合は嘘の理論を信じてるんですよ。あもうこう考え方というかそう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 。だから石破さんの方が深刻な問題を抱えてるともいえる。確かにそういうい考え、うん やったらもうずっとそうですもん、ねうん、そうなんですよ。ね、ああ<ー>。ね、まあ岸田さんは新次郎に近いですね。<laughs> やっぱりね。まあね。あ近いけど、ね、あの表面的にこと言えるだけの知恵はあるという点では石破さんに近いともえるのかな。<laughs> うーん。だからやっぱり。なんかどんどん優秀クラブみたいなところですよね。<laughs> レッドゼッペリンで How Many More Times お届けしました、うん、これはねレッドゼッペリンワンっていうねファーストアルバムがあるんですけども、うん、それの最後の曲なんですね。僕はもう子供の頃からもう何千回も聞いてるような曲ですけど、はいえー、これはね六十九年 1> の1月発売なんですね<ー>僕がね3か月ですね生まれて。<laughs> まだベイビーヶ月でこの曲聞いていただいたら分かるようにこれ非常にあのブルースですよね<ー>ロックなんですけどブルースにこうなっててんだからいわゆるなんかこうお黒人が作ったブルースをもっとロックテイストにこう変えていくっていう、まあ、そういう。 うんまあ、オリジンの曲なんですよね、はいまあ、この頃本当に音楽っていろいろと発展していったんですけどこれねバンドっていう白人がバンドやってロックやるっていうのがこのように誕生したのは1962年のビートルズなんですよね「Love Me d っていうのでこうロックが出てきたんですけどた、はい、たった7年なんですね,ねだからビートルズができてたった7年でロックはここまで進化を。 してやっぱこれはね、うん、大きな進化を遂げてるんですよブルースがこう入り込んでもうそれがねものすごく暗い感じでヘビーな感じでね楽しいって感じじゃないですよね、うんうん、ロックのんかこう思想性がもっとこう深くなってるっていうのがあるわけですけど、まあ、7年でここまでん来んねんなとだからビートルズとツェッペリンぐらいの差が生まれるんやなって僕,僕はやっぱりロック好きとしてはね すごく感慨深いんですけど、安倍内閣が始まっても12年経っとるんですよね。ほーあ、12年。うん、だからもうレッド・ゼッペリンとビートルズの間以上の時間が経っとるんですよね。はい。で、もしあ、進化したかっつったらね、うん、退化してるんですよ。どん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 。 もう、うん、デフレはずっと続いてるし、うん、なんかインフレになってますけど、あれはちょっと特殊要因でね、うん、海外の要因で、賃金そのものはずっと下がってるし、はい、全然我々の暮らしは良くなってない、うん、で12年間ずっと同じことを繰り返してるわけですよ、うん、ずっと財務省が世の中を支配してて、うんで、そろそろ本当にもう変わらなあかんわけですよね。でここでねやっぱり、うん 石破さんパターンだったら、うんま、たらま一緒のこことが続くんですですすよれも確実だって60年償還ルールはダメだと言いい減税はダメだと言って金利、えー、のある世界財務省が言っている金利のある世界がいいとね言ってるわけですから、うん、そろそろねもうレッド・ゼッピーニが7年で生まれたんだとしたら、まあ、日本も安倍なんかが始まって12年目ぐらいにね ちゃんんとと変わらんとかんと思いますよなんかこれ以上繰り返さないためにもやっぱり僕はうん石破さんは僕は総理候補としては非常に深刻な問題があると思いますね。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。はい、ということでねやっぱり我々今何を議論してるかっていうとやっぱ指導者として誰があるべきか。 いうことですから、ちょうど今、我々表現者クライテリオンという雑誌の中で、指導者の条件、特と品格の思想っていうのを出して、指導者、確保あるべしということを論じてますから、この総裁選の機にですね、ぜひまたこれもゆっくり読んでいただいて、結局、リーダーっていうのは、いろんな条件必要だけど、基本的な特許品がなかったらダメなんだなっていうのをしっかり認識した上で、また考えてもらいたいなと思いますね、はい。 書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは藤井アットマーク k b s 京都です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。さようなら。